株式会社、関電アメニックスは、大阪府大阪市中央区に本店を置く、関西電力グループのサービス業。ANA ホリデーインリゾートシナの大町黒4。現在の事業の詳細は、公式サイトの事業紹介を参照。旧黒4ロイヤルホテルをリニューアルし、2020年7月1日に、開業。 当初は2020年4月に開業を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い開業を延期。日本国内2番目のホリデーインリゾートブランドとなった。また、2021年春に30室の新館のオープンも予定している。なお、運営は、アイホーグ ANA が関電アメニックスに委託している。新ホテルブランド。 エルシオン島を立ち上げ、その第1号として、2019年4月1日、リブランドオープン新ホテルブランド、エルシオンと2号店として2020年8月1日に開業。当初は、同年7月に開業を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い開業を延期した。雪の影響のため、大井戸線の代行バスとして走る北アルプス交通の バス1961年10月に、関電不動産の子会社として設立された、北アルプス交通株式会社が前身である。長野県大町市に本社を置いていたが、2004年のグループ再編により、関電アメニックスの北アルプス交通事業部となった。一般路線は、立山黒部アルペンルートのアクセスとなる品の、大町駅大町温泉京日向山高原。 大木沢駅の一路線のみで、アルピコ交通長野支社との共同運行であるも、共同運行事業者だった。本路線は観光シーズンには、多数の乗客があるが、当期は、日向山高原での折り返し運行となり、運行便数も1日3往復程度に削減される。貸切バス事業では、地域需要にも対応した、スーパーハイデッカーや、サロンバスなどを用意するほか、 関西電力関係者や施設見学者の送迎用に専用車の小型貸し切りバス、中型バスも在籍している。2010年時点では10台の路線バス車両、貸し切りバス車両18台、小型貸し切りバス6台が在籍している。ウィキメディアコモンズには北アルプス交通に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。